温宿町は、千葉県の南部に位置し、み郡に属する町。海岸部は、南房総国定公園に指定されている。日本三大山地帯の一つ。同様、ガツの砂漠発祥の地としても知られる。温宿海岸沿いの景観千葉県南東部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約 50km の距離である。東京都の都心から70の8 0トル圏内で、 ある。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインもしくは、東京湾フェリーを利用した場合が、移動距離の短縮となる。通勤率は、いすみ市へ13.8%、勝浦市へ10.8%。太平洋に面している。海岸沿いには、リゾートマンションなどが建っており、レジャー施設などもある。関東平野に含まれる。 ご宿駅より500メートルほど内陸に南房総、御宿西部グリーンタウンという西部不動産によって作られたニュータウンがある。ニュータウン内には消防署があり、大通り沿いは商業用の土地があり今は2軒ほど建物が建っている。町役場が比較的近くにある。内陸部には房総給料の給料地や100メートルほどの山間部が広がる。 暴走半島中央部東端に位置する。音宿という名称については、鎌倉時代に、北条時よりが、諸国安屋の折東地を訪れ、風光明媚な景色を好み、須賀森松に所在する、最明寺に宿泊することになり、それにちなんで読んだ歌の、音宿がそのまま地名になったと伝えられている。短歌の詳細については、以下を参照。北条時よより、 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると5.247%減の7315人であり増減率は県下54市町村中37位60行政区域中43位1955年に新設合併して以降の歴代町長を記載県政国政音塾町は三重県の島地方 石川県ヘグラ島と並び日本の三大アマ地帯の一つとして挙げられている。御宿のアマたちは、その昔に遭難したスペイン人たちを助けた人情味あふれる心意気を忘れず今に伝えている。火に焼けた顔、たくましく健康美に溢れた体に、コンガスリ、イソパンツ、ウケソンなど七つ、道具を身につけたアマたちは、5月中旬から9月中旬までの、 4ヶ月間黒潮に潜り、アワビ、サザエ、ワカメなどを取る。1回の作業は、1本と言われ、この1本を繰り返すのが、ひとっぺりで、平均で1日にみっぺりほど働いている。日清住三国交通発祥記念の、石踏高等学校、中学校、小学校、宿泊施設町内には、リゾートホテルや旅館などが点在する。五宿駅、四宿駅前通り中心となる駅。 温宿駅中心となるバス停留所温宿駅高速バス路線バス温宿中央海水浴場温宿海岸博物館温泉千葉県指定登録文化財一覧ありがとうございます